これで、コンテンツサーバーへのログインが完了しました。今画面は、ロードしている最中なんですけれども、まあ、サイトにまつわか、関係する全てのユーザーがですね、このような画面を使ってコンテンツの作成を行ったりですとか、ワークフローでの承認依頼を出したりという操作を全てこの画面を使って行っていきます。ただ、全ユーザーが同じこの画面を使うからといって、コンテンツサーバーの全機能を、操作できるかというと、そういうわけではなくて、先ほどご紹介しましたロールという機能を使って細かくですね、こういった、閲覧できるコンテンツの種類であるとか操作できるメニューですね、この人は新規のコンテンツが作れるとか、どういうコンテンツが検索できるとか、こういったメニューを、細かくメニューに対して細かくアクセス権限を設定していくことが可能になっています。また、まあ、こういったコンテンツサーバーのメニューだけではなくてですね、先ほど、ノエルのから、ウェブアプリケーション、ウェブフレームワークに関する説明がありましたけれども、こういったウェブのツールバーに表示されるアプリケーションに関しても、ロールによる管理が可能になっています。ですので、先ほど、ノエルのデモでは、まあ、管理者ユーザーでログインしていましたので、ガジェットサーバーへのアクセスが許可されていましたけれども、このユーザーは、ガジェットサーバーへのアクセス権限を持っていないという設定になっています。このユーザーは、コンテンツサーバーと、コミュニティサーバーのみにアクセスできるユーザーとなっています。まあ、この辺もですね、社外の、まあ、UGC 管理アプリケーション、まあ、ASP などのアプリケーションですね、そういったところはなかなか難しいところなのかなと、こういった細かい設定というのは難しいところなのかなというふうに考えております。ではですね、早速、先ほどのコメントを承認していきますけれども、今、ご覧になっていただいているこちらの画面。こちらがですね、このコンテンツサーバーにログインをすると、すぐに表示される画面となっております。こちらのマイアサインメントというリストの方に自分に作業が割り当てられているコンテンツのリストが表示されています。そして今4件ほど表示されていますけれども、まあ、投稿済みのコメントがここに表示されていると。最新のものは一番下になっています。内容を確認しますと、まあ、このようにですね、先ほど投稿したコメントとコメントのステータスが表示されている状態になっています。まあ、こちらはですね、このユーザーはカスタマーサポートのユーザーですので、次のプロダクトマネージャーの方に、承認、確認の依頼を行っていきます。承認を行う際には、この上のプルダウンメニューからステータスというメニューを選択しまして、ワークローコマンドというメニューから、マイアサインメントの完了、自分の作業が完了しましたよというメニューですね。こちらを選択します。これで、まあ、実行したアクションというところで自分が行った作業ですね、を入力していきます。このような、実行したアクションとして自分の作業内容と、そして実行すべきアクションという項目で、次の担当者、まあ、今回はプロダクトマネージャーですね。プロダクトマネージャーに、どういった、処理を行ってもらいたいのかというのを、コメントとして追記します。これで、マイアサインメントの終了と。これで、まあ、もうすでに、アサインのメールが、承認、許可の、承認確認依頼ですね。確認依頼のメールが裏側では飛んでいて、ワークフローの状態を確認すると、今度はプロダクトマネージャーの鈴木さんというユーザーに対して、アサインが飛んでいるという状態になっています。でも同じように、鈴木さんがメールを、プロダクト担当の、この人はラケットの担当なわけですね。メールを確認すると、このように、田中さんからのメールが飛んできていて、まあこういうコメントが登録、来ましたので確認してくださいというメールが来ています。このメールを受けて、同じように、今度は鈴木さんで、ログインをします。そうすると、この鈴木さんというユーザーは、またこのユーザーには、まあ、ロールの設定がされていまして、このユーザーはもう完全にコミュニティ、コンテンツサーバーのみにアクセスできる
設定になってまして、コミュニティサーバーを使った操作はできないような設定になっているというような状態です。ログインをすると、自分に、確認してほしい内容が来てますので、内容を確認して、まあ、まだ保留中ですね。保留中で、まあ、これが OK であれば同じように確認をして、こちらで、まあ、許可をするのか、それとも削除依頼、もしくは別の依頼を、別の対応依頼をカスタマーサポートに送り返すとか、それでメニューを自由に設定できるようになっています。そちらを選択して、この人が最後のユーザーですので、このままマイアサイメントは終了と。これで先ほどのコメントの、承認が完了しました。ステータスを確認しますと、このようにですね、先ほどまで保留中だったのが承認済みになっていると。そして実際のサイトの方を確認しますと、この一番下の方に、先ほどまでは保留中の状態だったので、3件しか表示されてませんでしたけれども、これで、承認が下りたコメントが表示されて4件表示されている状態になったという状態です。まあ、ここまでが、UGC を実際に社内のワークローを使って管理するための操作及び機能のご紹介となります。まあ、冒頭も、ご説明しましたけれども、必ずしもこのワークローを使ってしなければならないというわけではなくてですね、もう実際の運用に合わせて柔軟に、その UGC の管理をですね、定義していくことができるようになっています。例えば、カスタマーサポートがコミュニティサーバーの管理画面にログインをして、承認をすれば OK という運用もありますでしょうし、もしくは今回のワークローを使う運用もあると思います。もしくはその担当する部署に応じて、ワークローがいろいろ異なっていたり、変わる部署によってはコミュニティサーバーも使うし、コミュニティサーバーの管理機能も使うし、ワークローを使った管理も行うというような、運用も柔軟に変えられるようになっています。で、以上ですね、少し時間をオーバーしてしまいましたけれども、コミュニティサーバーとコンテンツサーバーのナレーションのご紹介となります。以上、ありがとうございました。